皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今回は静岡県の学校情報になります。私は静岡県と関係ない、そういう方はこの動画はスルーしちゃってください。静岡県の富士見中学校の見学会説明会の情報、今回お伝えします。静岡県は地方の県なので、義務教育の間に私立中学校を受験させたいと思う保護者の方多くありません。ですから私立中学校について興味もないんですね。ここで初めに、この情報をお伝えする初めに、私立中学校と公立中学校の違いについて簡単に2分程度お話しさせていただくと、私立中学校、これはほとんどが中高一貫校で、高校受験の負担が少なくて、その時間を別の学習、体験的学習とか発展的学習に充てることができる。それから、6年間の一貫教育なので、ある程度教育の質、これを担保できると。この質を担保できるもう一つの理由は、子どもたちが受験をして入ってきているので、ある程度学力の幅が決まっているんですね。ですから学校側としても、その子どもたちのレベルに合った教育を与えることができる。だから、子どもたちは自分にぴったりの授業を受けることができると。これが私立中学校の、特徴と言えます。これに対して公立の中学校、いろんな生徒さんがいます、ね、だから多様性の中でいろんな学習をすることができる、いろんな体験をできると。これが公立、公立の中学校の特徴と言えるでしょう。もう一つ、私立中学校、公立の学校よりも授業数が多いんですよ。普通公立の中学校というと1日5時間から6時間、の授業なんですけれど、ほとんどの中学校は7時間授業があって、土曜日も授業がある、または隔週で授業がある。だから授業数も私立の中学校は多いんですね。では、この静岡県富士見中学校、今回じゃあ説明会見学会の情報をお届けします。まず学校見学会、6月の12日の土曜日、9時半から11時半までですね、行われます。第2回目は9月18日の土曜日、同じ9時30分から11時30分、この時間で行われます。内容は、在学生の発表で、入試概要の説明、授業の見学、実際に授業をしているのを見ることができると。どんな雰囲気の学校かなということも分かりますよね。から施設の見学、これができます。次は体験講座で、実際に授業を受けるんですね。これもあります。第1回目は7月の17日の土曜日、午後の13時30分から15時30分。内容は理科と社会の体験授業と、こうなっています。第2回目、10月の23日の土曜日、午前中ですね、この日は9時30分から11時30分です。内容は英語と書道の体験学習。書道の体験学習ってね、僕は今回初めて聞いたんですけど、珍しい授業をやるんですね。で、次が入試解説講座。実際に昨年度の問題を使って、この学力検査の解説、解き方やなんかの説明と、こう考えればいいんだよという、こういう授業を行います。8月21日土曜日、21日の土曜日の午前9時30分から11時30分まで2時間ですね。で、最後に、入試の説明会です。入試の説明会、11月20日土曜日、午前中9時30分から11時30分になります。これいずれもホームページからの申し込みが必要です。ですから詳しい内容はホームページの方から確認してみてください。さらにこの入試について付け加えておくと、これ、富士見中学校さん、やはり、受験して落ちるお子さんもいます。面接で落ちることがなくて、ほとんどが学力不足なんだそうです。富士見さんの入試問題の特徴、これを簡単に言うと、
藤見さんの入試問題、これはもう基礎の部分、基礎と基本の部分ができているかどうかだけを見る問題、これが中心で奇抜な問題はないので、小学校の学習をしっかりやってその基本が身についていれば受かると、こういう問題になっています。私もこの富士見中学校さんの算数の入試問題解説やらせてもらっていますけれど、やはり基本的な問題ね、これがずっと並んでるんですね。ですから、皆さん富士見中学校さん興味のある方は、この見学会体験講座、または入試説明会などに行ってさらに詳しい内容を確認してみてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。